はい、ミスターマヤミさん。えっ、ー、とね、ちょっとここにはお持ちできてないんですけども、アマゾンで検索すると、いろんなね、ヘアピース、ウィッグってのがあるんですよ。男性用、女性用。それをね、日々、日替わりで被ってみるってのも面白いかもしれないですよね。まあ、3種類ぐらい買ってみて、えー、今日は角刈り、今日はロン毛、今日は茶髪みたいな感じでやると、あ今度はどんなヘアスタイルなんだろうって感じでね、えー、気にしていただけると。それからね、あのー、こ私ね、Facebook をやっていて、実はね、 励ます会っていう、あのーまあ、頭のことで悩んでる方が集まってるそういったグループページを、まあ、5年ほど前に参加したことがあるんですよでそこで皆さんと一緒に関わってきて、まあ、私は髪の毛が薄いわけじゃないけども私の兄貴がね髪の毛が薄いんで悩んでるんですよってことでいろいろね、あのー、相談をさせてもらったんですよである時うちの兄貴髪の毛が生えてきましたっていうことをまたねそこでお話したんですよ で、みんな注目するんですよね。えー、どういうふうな方法だったんですかって言ったら。いや、このなんか、育毛剤が売ってたんで、これを試してみたら、だんだん髪の毛が生えてきましたよって言ったら、それを売ってくる売ってくるっていう言うわけなんですよ。で、その育毛剤は、えっ、ー、と、どっかのね、有名な資生堂かなんかから出てたんですけども、それ、アフィリエイトがかかってたんですよ。で、それを売ることによって、1個1万円ぐらいだったんですけども、1万円に対して1万円のアフィリエイト報酬だったんですよね。そこで気づいたのは、あ、こういうふうな髪の毛に、あの、いろいろとね、 あの頭が薄い方が悩んでる時に髪の毛に羊毛剤を買うんですけども高いんですよでも1ヶ月に1万円ぐらいの継続購入なんですよそれは。っていうのはずっと使い続けないと効果が半年とか1年ぐらいで出るか出ないかっていうのが分かるらしいんで1本で出るわけじゃないんですよ。ということはですね私がそのなんとかかんとかっていうねもう忘れちゃいましたけども育毛剤か羊毛剤を販売すると1万円の商品に対して1万円の報酬がもらえるのはすごいなと思ったんですけどもその をね、羊毛剤を買った後って継続的に購入するから最初の1回ぐらいアフィリエーターに払っても全然お釣りが来ますよって話だったんですよね。それで私ね10本ぐらいすぐ売れたんで10万円ぐらいになったというねそういうこともありました、うん、だから人の悩みに寄り添ってその人のために何ができるかなっていうことを考えることによってものすごくお金も作れるんだろうなと思いますし確かにね 二十歳前後30歳前後で髪の毛薄くなってきたら本当相当悩むと思うんですよで悩むから余計に髪の毛薄くなるような気がしてねうんだからそこに寄り添うような人っていうのがなかなか見つからないんだと思うんですよねだってやっぱりこう客観的に見て「ああの人髪の毛若いのに薄いな」と思うんだけども言い出せないんですよね言い出せないんだけどももう髪の毛でないんですとか自分で「いや髪薄くなってきたね」みたいな感じでやるとあの関わる方もかかりやすいんですよ いいじりやすいですでよねだから結局,結局人気者になったりとか俺は日本のブルース・ウィリスを目指すぜとかね YouTube 界のブルース・ウィリスを目指すぜみたいな感じで秀きなっていくとやっぱりね人は関わりやすくなるってところがあるのかなと思います、まあ、あのミスターマヤミさんはね全体的に喋りもいけてるしこう見た目が全体的にねこうコミカルなんですよねでメガネもよくなんかねよく似合ってるんですよねだからたまにはねメガネを取ったシリーズとかね いろいろこう変えてみてどれがいいですかみたいなのを聞いてみるとかっていうふうな自分の体をタレント化して自分の体をネタにするような感じであのぶつかっていってもいいのかなと思いますしあとはあのそうですねこんな私でもモテましたみたいなね結婚できましたみたいなのも大いにその同じような悩みを抱えていらっしゃる方の励みにもなるしまさにね励みにもなるし励まし合うこともできますしえ本当にねあの心のヒーローになれるんじゃないかなと思うんですよ。 やっぱりね自分と同じ悩みを持っている人にはやっぱり共感もしますし同じ悩みを持ってるからこそじゃあビジネスののの話も聞いいててみよよううかなっていう風にななっにるのがこれ人の常なんですよ、ね、例えば私は今トランザム乗ってますけどもトランザムに憧れてる方か,とかどうやったらそれ買えるようになりますかとか維持費どうしてるんですかって必ずお金の話になるんですよ。 だからお金の話は聞いてもらえるとかね。いや家族はどうしてるんですかって言ったら家族の話にもなるんで聞いてもらえますし、なんならあなたの街に行きましょうかって話もできるんですよ。ということで今日はね、お行くんですけど、今日はあの広島から静岡の方に行きます。<laughs> そうやってね、私はね、人にあ会いましょうって言われるようなね、そんな人間にもなってこれたかなと思うんで、そういったことにいろいろとね、寄り添っていけるような、そんなミスターマヤミさんの放送になるんじゃないかなと。 でそうですね YouTube ですねそっか塾の YouTube ね部活動みたいな感じ部門みたいな感じでやるのもなかなか面白いかと思いますまあ今までねそういう風な取り組みっていうのはそんなになかったんですよアフィリエイトやってる人は私が個人でこういう風にやるだけで、えー、転売やる人は個人でこういう風に指導するだけになってましたけどもじゃあある部門でねアフィリエイトならアフィリエイト転売なら転売で頑張ってらっしゃる方々を1箇所にまとめてみてそれで あのの協力しててななななんかかかかかやるとかお互いい学び合うう場っっはたですね最近は FX でそういうのをやってるんですけどももう1年ぐらいやってますけども確かにね YouTube 一生懸命やってる人を集めて意見交換するみたいな回があって面白いかなと思いますしね、うん、昨日は Facebook ライブをこう仲間のトレーダーとねやったんですけども あのー、ああいう感じでライブを誰かとね複数の人とやってみるとかズーム会議やってみるとかっていうのもなかなか面白いかなと思っね私もまあこうやって日々新しい気づきがあるのはやっぱアウトトプットしてくださる方のおかげなんですよだからアウトプットするってことは誰かに必ず気づきや、ね、発見っていうのを与えてますんでこれからもみんなでねどん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 アウトプットして いければなと思いますそれではミスター眞弓さん次回の動画もね非常に楽しみにしております。でアクセスを集めるためにはトレンドに乗っかるこの前はねハリケーンみたいな自然災害だったんですけども、えー、今回はねまたどんなものになるかなってことでございます。やっぱりね日本で 王道で当たるのはスポーツととかか芸能とかなんですよねスポーツや芸能っていうのはほとんどの方が注目するんですよ。だから、どんな時でもネタに困ったら芸能ページかなというところでございますけども、まあ、私はね、芸能界のこと詳しくないんで、ほとんど芸能のことやらないんですけどもね、<laughs> うん、まあ、あの、何がね、人々の注目を集めてるかっていうのは、急上昇アクセスランキングとか、Twitter であると思いますし、えー、まあなんか、キーワードを検索でね、 こういうキーワードが今一番検索されてますよみたいな Google で出てますんでそういうのから拾ってみるのもいいかもしれないですよね。はいノウハウの話ちょっとさせていただきました。それでは以上でございます。また動画もお待ちしております。